この日は姉のチャイが仕事仲間と久しぶりに会いました。はるまくんがよく来ていたパン屋さんに来てみました。タイミングが悪く閉まってました。今回は独身女3人の何でもない動画ですが、よかったらご覧ください。お料理上手のマカロンさんのお家に遊びに来ました。マカロンさんにタイ料理が食べたいなと言ったら実現しました。コブくんか食べたかったガパオライスを作ってくれています。どれも美味しそうだな。本当にお料理上手ですよね。結局私たちって動物のことを心配してるんですよね。マカロンさんのお家はパリのアパルトマンのような雰囲気でした。そしてレモングラスバタフライピーを初めていただきます。警戒していたミヤちゃんもだんだんと慣れてきたようです。青い色のお茶にライムを絞ります。これから見てみて。青いお茶の色が紫色に変わりました。お腹いっぱいになったけど、別腹のデザートをいただきます。美味しいケーキを食べながら、エンタメ系の話題から政治までのお話に夢中な私たちです。なぜか急に手塚治虫のお話です。ミヤちゃんは帰る頃には出てきてくれるようになりました。今度会う時はポチャポチャのお腹触らせてくれないかな。お料理がとっても美味しかったです。またね。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。